北海道の食料品店で売られているタコまんま、タコまんまをばらしたところ醤油漬けしてあるところ、タコまんまとは、北方系のタコである、柳タコの卵巣を食品として呼ぶときの北海道、太平洋沿岸地域における故障。マダコの卵である、海東家に相当するが、小卵型のタコで妖精が、長期間プランクトン生活を送るマダコと違い、柳タコは、 イーダコと同様の定性生活の様態が直達発生する大卵型のタコであるためにずっと大粒の卵である。ヤナギダコの卵は長径5ミリメートル、短径3ミリメートル程度とマダコの卵の2倍以上の大きさの回転楕イン体型で色は白色がかっている。生のままだと透き通っているが茹でると炊いたベージになるためこう呼ばれる。 イクラと同様に酒と醤油に一日ほど漬け込んで食べるのが一般的。美味であり、値段はいくらよりもはるかに安いが見た目で敬遠する人もいる。かまぼこ、塩辛、すまし汁などに加工することもできる。AB、北の珍味タコまんま、姿と味のギャップに驚き。日本経済新聞電子版。2020年3月20日閲覧。 長径 2.5mm、短径 0.5mm 程度日高の水産丸ごと情報館。ありがとうございます。